はい、今回の動画はワードでミニツーーールバをを表示ししないようにすする設定方法をご紹介しますでワードのミニツールバーというのは何かというとですね、まあ、ワードで、ね、何かねこの文章とかね単語をね選択をするとですねこういった形で表示されるこの画面ですねこれがねミニツールバーなんですけども、まあ、選択したらですね今回で言うとこのワードという文字に対してフォントを変えたりだとかサイズを変えたりだとかこう色をつけたりとかね太字にしたりだとかっていうことがねできる機能になります。 なので、ある意味でこの上のリボンのところを使わなくてもいいので、便利な機能といえば便利な機能なんですけども、まあ、いちいちですね、このミニツールバーが表示されるのが、鬱陶しく感じるといった場合は、設定を変えることによってですね、このね、文字をね、選択をしてもですね、ミニツールバーが表示しないようにすることができます。それでは早速その設定方法ですけども、まずはね、この左上のファイルというところをクリックをしてもらって、この左下の方にあるこのオプションですね、こちらをクリックをしてもらって、このワードのオプションの画面を開きます。 で次にね、この左側の、ね、全般が選ばれているのを確認をしてもらってこのユーザーインターフェースのオプションというところの中にこちらですね、選択時にミニツールバーを表示するというところこれがですね、標準の状態だとチェックマークがついてますんで、まあ、表示したくない場合はね、こちらをクリックしてですね、まあ、非表示の状態にしてこれで、OK、ボタンをククリックします。これで設定の方は完了になりますんでじゃあもう一度ね、ちょっと文章のところを選択をすると、まあ、先ほどですね、表示されていたミニツールバーが表示されなくなりました。 なので何かねこういった形で単語とかね文章を選択をした時にいちいちですねミニツールバーが表示されるのがねちょっと鬱陶しいなという風に感じている場合はですねこちらの設定にしてもらえればと思いますそれでは今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました